いびき結構どうだった？俺、うん、あ、多分ね、昨日は死ぬほど疲れてたからだと思う。普段あんまりやんないんだけど、お前のいびきで一応、あ、マジでそんなに申し訳ちょっと疲れてたから許してくれメンス。俺は逆に君が呼吸止まってるから死んでんじゃないかと思って心配でしょうがなかったけど、まあ、いやすごいねこれは、ちょっときついね、ちょっときつかったね。でもすごいね、外国人とかもすごい並んでるよ。回転はどんなもんなんだろうね。すげえ、あっちも出列あるよ。わかんないよ、どうやっていくの、わかんないわ。え、めちゃくちゃ迷うやん。あ、でもさ、ディパーチャーって書いてあるパッチじゃない、ディパーチャー入居だからこっちじゃない、こっちじゃない、なんかなんたらコンス、 あれだあれだ、ほんでスタバもあるね。さあ無事買えるか、チケットここだね。チェックあるからな。そうそうそう、私あのカメラとかあの禁止されてるぐらいだから結構多分あの身の回りチェックは多分大きいと思うね。うん、だからやっぱ預けて、荷物でも預かってくれんじゃん、預ける。まもなくフェリーでーす。座席番号書いてある、座席番号書いてあるかな、シートベルトない、オフだから。とりあえずマカオ入境ですが、インフォメーション聞いてみる、あれ入った、え、何、ここでもしかして書いてある、書いてある、あ、本当だ、書いてあるね。さて、いくらって書いてる、100ドル、1000円、あ、いいんじゃないね。インスタントユーズ、シェアデータ、チルアウト、トラベリングアクロス、あ、これですか、マカオ。マジでなんか、あ、 MGM あれか、MGM ブランド、これもうすげえな、ホテルのサイズがちょっととんでもないサイズだった来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 た、これだ、あ、裏側から来ちゃったね。そういうこと？うん、これこれ裏側だよ。いやきつい、荷物持ってるのこれ、で本当はこっちまででかく教会があったんだけど、グランドリスボでかっ、それよりもグランドリスボのでかさにちょっとビビっちゃったよ。よしよし、なんか入場的なあれは金かかんのかな。うわすげえ人が、ポルトガル語だろ、あ、そっか、ポルトガル語だからちょっと微妙に意味違うか。いやーでかいです。教会の中にいます。宝物庫が並んでます。
いつもすぐ私旅行に来てるのにみたいなこと絶対言われるからね。あれあれ何ポンテポンテなんなんか見た記憶があるここ。ああでもなんか一気にでも外観変わったね一気に。やっぱこの辺ちょっと正規の順番とは逆になっちゃったけど。すごいねリオホテルロビーね。な中がどんな感じかだな。さすがキラーで泊まったホテルもこんな感じで、あ、まあタバコの匂いするけど、まあ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 そんな気ないから。ちょっと電気はどこや。電気入り口の方になかった。あー、オーライ。デリヘルと同じ。デリヘルと同じって。じゃあこれ登るか。そうだね。あ、いや違うか、あそこで行ったんだよ。そうだね。いやマジでなんかやっぱ間近で見るとさ、遠近感バグるな。なんかバグるね。なんか嘘だろって思っちゃうもんね、このデカさ。ハリウッド映画の撮影とかに使われそうだよ。あ、ちょっとあれさ、あれちょっと見に行っていい？あれカジノだよ。リスボアホテルじゃない？あれがかの有名な。あれがかの有名なリスボアホテルだった気がする。ホテルリスボア、フォーチューンカジノ。あーあカジノ。Let's startChinese feng shui, you know, maybe.
橋を乗って台場島に行くと。あれじゃん。なんかきらびやかなエッフェル塔あるよ。Also, you can see the sky.
あ、綺麗に照明が。ベルディ、あ、でもわかんないよ。意外ってかもしれない。あ、何？なんか消えたよ。はホテルの内部です。これはサンズホテルですね。イギリスをモチーフにしたここです。でベネチアンはどっちだ。方角的にはこっちだよね。さっきあったやつ見ると
やっぱなんだろ、イギリスモチーフにしてるからあれが入ってるのかな、 TWG。 ああ、すっげえ、なんか金ピカだよ。あんなんだったっけな、 TWG。 なんかさ、うちの人ってさ、ああいう結構行き過ぎて下品な感じなの抵抗なんだよ。それだからドバイとかと同じ感覚でしょ、とにかくみたいな。あ、で、あれはカジノのですか。なんであんな店作ったの。なんかね、ね、成金だと思われるよね。じゃカジノ使いで一回切ります。風の終わりでベネチアンの中を歩いてます。なんかさ、あれだな、50万負けるとなんか男らしくないな、顔つきは。50万負けると50万負けると、なんか勇ましいよ君。なんか男として格が上がった感じがするよ。本当？うん。でも50万って中途半端だ。100万個が好きです。ワンミリオンって言いたかったね。フィフティーサウザンドじゃなくてな。フィフティーサウザンドってちょっと何倍とかね。ワンミリオン。ワンミリオンっていう。ほら。格がつくよ。ワンミリオン負けたって。いやすごいね。こういう感じだって確かこれでなんかね、あれもあったはずだよ。川のボートみたいなやつ。カジノも撮影できたらよかったんだけどな。途中でワンさんに、うん、私はすでに30万負けています、だから応援してくださいって言ったら、うん、すげえなんか気の毒そうだから、こいつバカだなって思われた。こいつバカだなと思ってたの。え、何こいつキモってなってたんで。いやスタジオシティ豪華だね。声ちっちゃ。俺らから吸い取ったから。声ちっちゃ。やっぱあ、でもやっぱな、ストリート歩くと、よりデカさが際立つね。これぐらい俺の50万でなんか作れる。そうだね、この手すり分ぐらいはあるんじゃない。俺から吸い取って50万で。いや、すげえ。すげえわ、パリじゃん。すげえよ。エッフェル塔がビカビカ光ってるよ。そうだな。どうかしやがって。